はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。ですね、今回は、雑談というのですね、ちょっとこちらリークアロンですね、こちらをで、自分が今まで飼育してきたあれ乗ってるやつで、こうあれはこうだったっていうのをちょっと話していきたいと思います。せっかくなんでカブト編そしてクワガタ編と分けていきたいと思います。まず今日はクワガタですね。オークワですね。オークワは一応 YG やったことありますね。ハリーはどうやったかな、カブてないですね。福袋来たぐらいかな。来たかな。来てないかな。グランディスはやってないですね。で、クルの、ブリードまでは行ってないのかな、確かあれは。で、こっちなんで、アンタ SI もやってますね。インド監督、ラオス、ミャンマーカチンですね。やってます。シェンクはやってないで、ツノボソもやってない、カミジョウもやってないですね。で、平田系なんですが、スマトラ、CD カラーにやってます。パルワンもやってますね。で、ダイオウも西ジャワのやつがいて、アルキウスも今アチアのやつやって、こいつらなんですけど、上の2つはある程度温度がいるんですよ。ベストは25度ぐらい、おそらく。ですですね。ただ、こいつらは逆に温度が低くないといけないです。できれば25度以下。20度から22度ぐらいが一番いいんじゃないですかね、おそらく。大きさも含めると。だから、こいつらを、同じ部屋で買おうってなかなか難しいんですよね。温度の切り替えが難しいんで。この上2つ、下2つは。なかなか、ちょっと悩ませどころですね。かっこいいだけに悩ませどころなんですよ、こいつら。意外と一緒に飼育しようと思ってますね。で、ミヤマですけど、ドンミヤマはやってないですね。欲しいですけど。で、普通のミヤマは、これ、国産ミヤマはやってないですけど、国産ミヤマのメスタン拾っ、あの、を取って、バイト先でですね、たまたま拾って、それでブリッド失敗したのが自分の原点なんですよね。飼育の。そこからなんで失敗したんだろうと思って調べて、ドハマりしたってことですね。で、ヨーロッパはやってないですね。ユダイクスは、一回やったんですけど、ちょっと失敗しました。アクベはやってないですね。で、ノコギリですけど、キラファは、ケースケやってることあります。あと、マキタンですね。マキタンもやりました。トカラノコは、やりましたね。で、ハスタートは今、別の場所に一応いますね。今やってます。ファブリースはやってないかな。で、なんだろう。マット系、マットで全然いけるんですけど、マットの場合は、こいつら劣化に弱いらしいんですよ、どうも。だから、劣化するようだと早めに変えてやるんだと全滅しちゃう可能性もあるよっていうのが、ちょっとノコギリ系ですね。ハスタードイッチかっこいいっすよ、こいつら。アルキウスっぽくて。で、二股系なんですけど、マンディは今、ボルネオ沢の、ワイルドですね。の、今、産卵させてます。一応、幼虫は3頭取れてます。リーノケロスはやったことないです。フォルスターは清民がいますね。うん、で、パーリー二股、聖火二股ですね。これは、飼育1年目の時にやったんですよ。やってボゴスターの産卵後にあったんで、これは産んでるだろうと思って割ったら、全然空母で卵すらなかったっていうのが未だにトラウマで、基本的に二股系は苦手です。得意とは思ってないですね。むしろ苦手の部類ですね、完全に。で、鹿はウッディがカズミアですねの方をやってます。
フェロッティはやったことないですね。スペキオススは今やってるんですけど、メスがワイルドなんですけど休眠中なんですよね。全然休眠中でちょっとトレードできてない。オスもまだ生きてはいるんで、メスさえ目覚めればなんとかっていう感じですね。DDL は一回ワイルドからやりました。でワイルド F1 をしくりましたと。まあ難しいですね、この仕掛けって休眠期間が。あのバラバラなんで、ほんと長いやつは長いし短いやつは短いしと、ね、奄美鹿はやったことないですね。仕掛けは意外と癖あるんですよ、ほんとやって、でも面白いんですけどね。で細赤エラフスは幼虫だけは取れるんですけどね、成虫までは一頭だけかな、したのかな。メタリフェルは何回かやったんですけどちょっと失敗してるんですけど、幼虫取るまではいくんですけどね、なんか途中で歌っとって後で、あ、やべえと思ってもう気づいたら、わ、死んでるっていう。で、アラガールはやってます。モンギロンは、これは、まあ、欲しいですけどね。まあ、ちょっと高くて手が出ない。細掛けもあんま得意じゃないですね。あんまやってないのもあるんですけど、あんまりいいしかないです。で、パプキンやったことになる。これもやったことないですね、後で。インスタレーションもこれもやったことね。虹色は一回だけワンサイクルだけ回したんですけどね、あんまり感じたんですよね。で、こっちです。このタイプだと、タランズもやりました。3段まで行ったんですけど、まあ、負荷までしなかった。で、レギウスは今、ワイルド F2 が取れてます。モセリは2回、ムスタンのワイルド買ったんですけど、どっちも失敗しました。ローゼンは1年目にやりました。浮かまではいってない、浮かまでは持ってないですね。幼虫取れて、飼育してて、結局温度管理ができずに落ちたという、ね、感じです。こいつは癖あるからですね、やっぱり。まあ、とりあえずざっと流れていきましたが、そうですね。まあ、一番、こう、なんだろう。誰でも取っつきやすくて、でなおかつでかいのっつったらやっぱりこいつらですよね。一番平たくわがだけ、まあ、パラワンとかスマトラですね。ここら辺がおすすめじゃないかなと思いますよ。一番はあとはドルクスの、まあ、ドルクスこいつは結構低音気味なんですよね。シンクはわからんですけど、アンテも結構低音じゃないと大きいのが出にくいと。どうなんだろうな。やっぱ一番ドルクスでもおすすめはこれですよね。パラワンかスマトラでしょう。で、ちょっとなんだろう。手間かかっていいから、ちょっとごついというか、かっこいいのが好きっていう人はこういうリライクスとか、アクベですね。アクベシアンス。ここら辺、もしくは、仕掛け。で、あとはまあ、ちょっとこいつは財運系なんで、ちょっと、ね、そこら辺の、なんだろう。メスの状態を見ての、財を埋め込んだりとか、逆に、ね、完全に埋め込んだりとか、むしろちょっと、転がしだけでも OK みたいな。ちょっとそこは判断必要ですけど、こういう風な二股系もですね、面白いと思いますよ。まあ、ざっと、とりあえず、ですね、ちょっと話してみましたが、ほんと雑談なんでですね、もうほんと、なんか喋ってるなぐらいで受け止めてもらったらいいと思います。それではですね、動画を終わります。